とポケットモンスタークリスタル実況プレパート15をやっていきます。ちょっと、もうちょっと間違えてますね。まあ、とりあえず、前回ジムを突破して、突破したんですけども、またね、どこぞの、強敵ジムと同様に勝利したのを認めてもらえなくてですね、先にこの先の竜の穴っていうところに向かえっていう風に言われたので、それをやっていきたいと思います。まあ、そのついでに、ちょっとね、手持ちを一体開けておこう。一旦ゴロを預けます。一枠開けておきたいんですよ。じゃあこの状態で進みます。実はジム戦後にセーブし忘れましたね。セーブだね。氷技ないのに溶けない氷渡してる俺。うん、では入りましょう。いきなりちゃんと許可もらって入ってきたんですけど、うっとしい。あ、そっか。不定ダメージだね。ここめちゃくちゃミニ入れてるんですよね。まあなんだけど、この辺は一旦ほったらかして、オッケー。さて、よく来たの。何心配するでない。何も言わなくても分かっておる。いぶきのやつに言われてこの祠まで来たのじゃろ。あの娘にも困ったものじゃ。まあお主には申し訳ないが、少しばかりだから食べさせてもらうぞ。何わしの質問に少し答えてもらうだけじゃよ。では行くぞ。お主にとってポケモンとはどのような存在なのかな？仲間ですね。うん、なるほど。ポケモン勝負で勝つために必要なこととは何かな？苦戦。うん、なるほど。
どんなポケモントレーナーと戦ってみたいと思う？誰とでも。ポケモンを育てるのに一番大事なことは何じゃ？知識。強いポケモンと弱いポケモン、どっちの方が大事かなのかの？どっちも。お主はポケモンをとても大事に思っておりいるようじゃな。感心感心、その心が大切なのじゃ。アナベリオ、今の気持ちを忘れるでないぞ。この気持ちを忘れなければ、ポケモンリーグに行っても十分通用するじゃろう。はい。結果はどうかしら？聞くまでもないと思うけど、あなたでは無理だったでしょ？え？合格？そんな。嘘でしょ？私だって、まだ認めてもらってないのに。簡単な質問しか答えないよ。こりゃ、いぶき。このもの、技も心も見事なものじゃ。観念してさっさと、ライジングバッジを渡さんか。さもないと、このことを渡るに言いつけるぞ。わかりましたわ。さあ、これがライジングバッジよ。さっさと受け取りなさい。はい。一癖あるね。ライジングバッジを持っていれば、どんな滝でも登ることができる。そして全てのポケモンがあなたをトレーナーとして認め、どんな命令にも従うわ。いぶきよ。お前になくてこのものにあるもの、よく考えることじゃ。うん。で、これで、お待ちなさい。今回は悪かったわね。お詫びにこれをあげるわ。わざましい24。いぶきですね。中に入っているのは竜のいぶき。別にシャレじゃないわよ。いらないなら無理して持っていかなくてもいいのよ。どうしたの？ポケモンリーグに向かうんでしょ？場所は知ってるの？ここからだとそうね、まずは若葉タウンに行くといいわ。そこから波乗りでずっと東に進んでいけば、ポケモンリーグに到着するわ。でも、厳しい道のりになるわよ。それとポケモンリーグでも負けることは許せないからね。そうでないと、負けて私が惨めになるでしょ。頑張りなさい。はーい。なんか励ましてもらいましたね。んで、わしに認められた証として、このミニリを連れていくがよい。やったードラゴンポケモンは我ら一族の象徴。お主になら任せられる。で、これが特別なミニ竜で、多分、対等に合ってれば、これね、神速を覚えてるんですよね。まあ、今回このミニ竜を使うかどうかはわかりませんが、連れていきたいと思います。で、これでね、滝登りができるようになったので、もう一個ちょっと寄り道しときたい場所があるんですよね。間違えた。もしもし、アナベル君、渡したいものがあるんだ。ちょっと研究所に来てくれないかな。じゃあ、よろしくね。はーい。気が向いたら行きまーす。というわけで、当時に行きましょうか。預けます。おい。じゃあ次はこの振り鉢山ですね。さてと、
こっちからじゃねえんじゃねえかな。ちょっと待てよ。あまりね、道順を覚えていないのでね。どこから入るんだっけ。適当に探索しましょう。行けばわかるさ。これ治るな。野生ポケモンがちょっと鬱陶しいっすね。プレイ的なやつあったかな。じゃあこれで一気に抜けちゃいましょうか。こっち側だな。ということは、どう行くんだっけな。今日ね、目的にしてるポケモンはいるんですけど、昔やってた時そいつあんまり
使おうとした記憶がなくてね。歩き方全然覚えてねえやん。こっち側からじゃなかったりしてね。ぶっちゃけこっち側からだともう行き方というか道ないもんね。こっちじゃないね。奥側に行かないといけないんだよね。この滝を登らないといかんないよ。違う。ここからでいいんだ。ここからでいいんだ。普通に気づけることでした。マリルだ。ただね、この世代のマリルはね、ただ耐久力高いだけなんですよね。特性ないんでね、まだね、この頃は。よし、こっち側にこれさえすれば、あれ拾えばね、
キングドラ取れるかもしれないけど通信交換できないんで。消してきます。はい、シュー。変化率おっす。わしが空手大王である。暗いホラー穴で一人修行する男だ。おい、お主、わしと戦え。おりゃー。というわけでこいつを倒します。河村、リフレクター。葉っぱカッター。ここも叫んだよな、サムラって。押しかかり、鬼ドリル、空を飛ぶ。ぶちかませ。はい。ね、まだ修行が足りぬか。悔しいが負けは負け、急ぎよく認めるぞ。お主、勝った証としてわしの大事な格闘ポケモンを渡す。アナベは空手大王からバルキーをもらった。はい。バルキーは格闘タイプ。育てると強いポケモンに進化するらしいのだ。お主も頑張れ。わしも修行を続けるのだ。ボツ。というわけで、バルキーをもらいました。こいつをね、きっと育てていきたいと思います。まあ、だんだんね、パーティーも固まってまいりました。これでね、ポケモンリーグに挑むメンバーがね、もう間もなく決まろうかといったような状態になってきております。まあ、とりあえず一旦ここで一区切りとさせていただきまして、次回ポケモンリーグ目指して、新しいパーティーで進めていきたいと思います。裏でね、その準備も、しておきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ではポケットモンスタークリスタル実況プレパート15、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。